さて、東亜町芸能会は一昨年より再開いたしましたところ、参加された方々から大変好評をいただき、継続して開催することができております。敬老を迎えられる皆様のふるさと双葉町を思う気持ちがあってこそ開催できていると感じております。ご参会の皆様の元気なお姿を拝見し、安堵感とともに人生の先輩である皆様から双葉町の復興のために前を向いて進みなさいとご指導を受けたものと感じております。3食食べてね、運動はあまりできないけども、3食よりはご飯の方がいいですね。やっぱり自分の趣味というか、囲碁、それをこうやってきたということで、双葉に行った時には、百姓の畑とか、そうやるのをお手伝いをするくらいで、特に後はいいかな。孫と一緒に戦うことです。うちにはね、小学2年の女の子と幼稚園年長さんの男の子がいるんですよ。週に3日間私が子守役となって夕食を作りながら孫と一緒にその日は過ごします。まあ、楽しく生きようとすることね、いや自慢じゃないけど、私がもうくよくよしないことです。食事は何でもいただきます。家族に迷惑かけないようにね、それじゃ元気で暮らすことです。明るく陽気にくよくよしないことでね、午前中にいろんなお仕事を切り上げて、午後は準備、帰ってきたら夜の食事で一日終わり、健康でやられることが自慢の自慢だね。やっぱ体動かすことだね。あと酒は毎日飲むこと。みんなを笑わせることをやってきた。一番それがな、一番いいと思ってる。だから老いと一緒にグランドゴルフやっていったさ、あとはもう浜から笑わせながらやってからさ。一緒に応援お願いいたします。お願いします。
皆さん、今月のニュースクタバ特集版はいかがでしたか？現在、復興支援員が中心となり、福島駅伝に出場する双葉町駅伝チームへの応援メッセージを募集しています。メッセージはタブレットの自由広場に投稿いただくか、各地のイベント等に取材でお邪魔している復興支援員が撮影させていただきます。皆様からのメッセージをお待ちしております。それではまた情報番でお会いしましょう。